こんにちは、ちょめです。お手伝いは雨のち変えるっていうイベントが始まりました。2023年6月の21日です。なんか新しいお家とかガチャとかいろいろあるみたいですね。ストーリーもちょっとありそうなので楽しみです。この辺のなんかロットが解放された感じですね。あとイベント期間は7月の19日までですね。これ結構長いのはありがたいですよね。前と同じみたいな感じでしょうか。あと皆様、最初にお知らせがあります。この友達紹介、仲良しロットっていうのを手に入れました。このような感じです。横がこれ、上がこれ、まあ、変わんないんだけど、これ本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ではクエストやっていきましょうか。期間限定、前半と後半があるみたいですね。それではやっていきます。そよ風タウンに、海ちゃんがいました。雨が降ってます。チョメちゃん、ビグちゃん、こんにちは。梅雨の季節っていいわね。雨音を聞きながらのんびりと研究に集中できるわ。私今リアルで雨降ってるんですけど、窓開けましょうか。これは研究頑張ってますね。うふふ、そうなの。魚の生態や行動パターンについて詳しく調べてるんだけど、梅雨の時期は特に面白いデータが取れるのよ。それにね、カエル、なんといっても今の季節は池や川に季節限定の珍しいカエルさんがいるんですって。お姉さんの専門はお魚さんなんだけど、せっかくだからこのカエルさんについても調べたいと思っているのよね。チョメちゃん、ピグちゃん、もし島での釣りの最中に珍しいカエルさんが釣れたらお姉さんに教えてくれないかしら。 OK です。ありがとう。きっと面白い発見があると思うから楽しみにしてるわね。あ、そうそう。それにね。お、新しい設計図かな？たくさんお手伝いしてくれたらご褒美もあるから。二人ともよろしくお願いね。私もなんか傘さしたいですね。気合十分やな。よっしゃ、俺もお手伝い頑張るで。ピクちゃんのね、お尻可愛かったよ、ずっと。チョメハン、その珍しいカエルハン。たくさん釣ってお家の水槽で育ててみるのもいいかもね。かくしてチョメとピグは珍しいカエルの捕獲に挑むことになった。果たしてチョメとピグはたくさんのカエルを釣り、海の研究をサポートすることができるのか。そしてよしよししてもらえるのであろうか。続く。島のすべての池、川エリアに期間限定の生き物が出現中。たくさん釣って海さんの研究をお手伝いしよう。なんかいろんな色のカエルがいるって感じなのかな。イベントポイントを集めるとご褒美が。なんか集めたら設計図がやっぱり入ってるっぽいですね。花とかも。さらに期間限定の釣り竿を持ってるとイベントポイントがもらえる。期間限定の負け竿を使うと期間限定の生き物の出現率がアップ。他にもイベント限定の生き物をお家の水槽で育ててみるのもいいかも。生き物からもらえるお土産を集めると特別な外観にリフォームできるよ。釣り友と餌やりで協力しよう。あ、なんか下のイベント報酬が必要ですとか。チョメちゃん、あなたは知ってると思うけど、カエルさんは主に池や川に生息しているの。海エリアじゃ釣れないからうっかり間違えないように気をつけてね。ちょっとポイント見てみましょうか。あ、今回21日だ。何ポイント貯めるんでしょうか。ちょっと待って、左上のピグちゃんめっちゃ可愛いんだけど、これカエルの着ぐるみ着てますね。一応報酬はこのようになってますね。お得用釣り餌とか、またあの小さいサイズのやつが釣れるやつってないんですかね。特選釣り餌とか、この辺はまだしょぼいですね。しょぼいって言ったらいけないけど、あ、ここ5000ポイントでお家の設計図っていうのが入手できるみたいですね。これは絶対欲しいところですね。あと1万ポイントで桜エビが1個もらえる。桜エビめちゃめちゃ貴重ですからね。あと最高級の餌とかもあるんですね。あ、このボートっていうのが2万4000ポイントでもらえます。すごいスクラップも今回あります。ここも桜エビ。海のアクスター ×1 ってなんだろう。これ部屋に飾るみたいな感じでしょうかね。これは5万ポイントまでありだいですね。今回10万ポイントとかそういうのはないんですかね。なんか前大変だったからかな。それか半分になってるからかもしれませんね。じゃあちょっとクエスト、これ報酬とりあえず受け取っておきましょう。ではまず生き物図鑑見てみましょうか。期間限定カエルが 2,4,5 ですね。5匹ほどなんか追加されてるみたいです。池とかって言ってたから、一番最初の
この上のところから行ってみましょうか。ちょっと探しタイムです。この上にいると思うんですよね、まず。いや懐かしい、ここの穏やか海域とかも。パマーナ港ですね。カエルはちっちゃいやつかな。まずはちょっと普通に釣ってみます。レベル10を早速釣れました。これ10ポイントもらいました。トノサマガエル、一応ね、釣りボーナスプラス0ポイントとか一応見れるので、ガチャやってみてもいいですか。これカプセルかな、プレミアム釣り竿カプセルですね。回しましょうか。他のところ交換所とかって前回のやつは追加されてるんでしょうか。前回のね、ゴールドキーロット、これも違う。なんか逃しちゃったやつがあるんですよ、春のやつ追加されてないと。だからなるべく期間限定のやつは引いて入手した方が良さそうな感じはしますけどね。じゃあちょっと回してみよう。はい、出るかな。なんか久しぶりのガチャ動画なんだけど。さあ頼むよ。初めてはなんかニューが多いから嬉しいんだけど。あ、これでも前のやつも出るんですね。お、これはスカイスイカロットは初めてだ。これはダブっちゃった。トマトダブっちゃった。リンゴだった。スカルロット。お、なにこれ、花束ロットだって、スーパーレア。なんか久しぶりにガチャ引くんで何が何か分かんないんですけど、メロディーロット、これはなんか追加されたっぽいですね。なんかおお、ちょうちんロット、やった、楽しい。ほんとお団子ロットだ。いや嬉しい、やった。え、これ何が出るんだろう。詳しくはカプセル詳細かな、影響割合とかもありますけど。あ、この上のやつが結構ロッドのやつで追加されてる感じなんでしょうかね。花束のやつがこの辺も入手できましたよみたいな感じで。なるほど。で10回回す提供割合。じゃあ皆様、私ダイヤたくさんあるのでどんどん回してみます。これスキップした方がいいんですかね。スキップ一番最初やってみましょうか。あ、こんな感じになっちゃう。ニューが多かったからできればスキップしない方が良かったですね。ウルトラレアがないのか。ウルトラレア1回は引きたいです。さあ連打でいきますか。シトリン、チョウチン、イチゴ、サウンドロット、ミケ猫さんロットっていうのが入手できましたよ。これ特攻じゃないかもしれないけど、めちゃめちゃ嬉しいですね。可愛いですし。もうウルトラレアは出ないかな。これまた後で引きましょうかね。おお、これはスーパーレアだ。やった。これでどのぐらいだろう。ちょっともう一回釣ってみましょうか。なんか今称号が出ました。レベル10のところのカエルは、お、4ポイント特攻が増えてました。トナサマガエル、あ、これでなんかポムスビが1個もらえるみたいな感じになってますね。ちょっと一通り見ていきましょうか。左の方とか多分いると思うんですけど、ガチャはまたやります。ここ川ですかね。川だから多分違うような。こっちの池とかだろうな多分。これはで多分違う。でかい、読んだレベル、多分キリのいい数字だと思うんですよね。10、これも先ほどと同じカエルかな。トノサマガエルが結構パマナコはいますね。ちょっとね、モモ牧場の方に行ってみるか。モモの川の方にも行ってみたかったけど。だから5種類でしょ。5個の池だと思うんだよね。5箇所の。ここ41、一応、釣ってみるか。レッドプリステラ、なんか全く違うのが釣れました。多分レベル10、20、30とかそんな感じだと思うんですけどね。これもでも池ですよね。25、こんなにでかくないよなカエルちゃん。これか。41は絶対違う。ちょっとこっち釣ってみるか。25、今ちょっとカエルちゃんをね探し中です。釣れたかな。あ、これだ、ウシガエルだって。これモーモー牧場にウシガエルがいるっていうのはすごくチョイスがいいですよね。本当に
だからモーモー牧場は牛ガエルがいました。あとなんかここの池とかにも いそうですよね。潮風タウンのところ、この右のところと左上のところか、ここにも絶対いるな。これどうだろう、4違うな、これちっちゃいかな。でもさっきの牛ガエルみたいな参考例があるからな。8とかでも釣ってみるか。日本アマガエル、え、これは普通の期間限定じゃなくて普通にいたやつじゃないかな。で今のところこの殿様ガエルと牛ガエルっていうのを釣ったんですよね。ちょっと先ほどのところ戻って、海ちゃん以外もいろんな人がいるかもしれないのでちょっと話しかけてみたいなっていうのもあるんですよね。4違う。久しぶりに私釣りするから本当楽しいんですけど、これも先ほどと同じかな。どの様ガエルばっかりだ。ちょっと一旦戻って話しかけてみよう。あ、この辺とかもいなくなってる。ミューって出てたら新しい人なんですよね。海ちゃんぐらいしかいないのかな今回は。あ、シュウ様とかもいる。お、テトラさんとかもいますよ雨の中ちょっと話しかけてみましょうか。ホットくん、あー、こんちゃーす、チョメさん。今日も降りますね。ここに来たらいきなり雨が降っちゃう。ねえねえねえ、チョメくん。いや、傘が破れてる雨の日にぴったりな過ごし方って何かな。正直答えていいです。家でゴロゴロじゃないかな。あはは、まるでポットくんみたいだね。それもいいけど、雨の中を散歩するのも楽しいよ。思いっきり濡れちゃうくらいに。確かに。そうは言っても風邪をひいたらどうするんですか。服も洗濯しないといけないし、めんどくせえ。いや、でもそれはそれで楽しいよ。雨降れ、雨雨、降れ降れ。うわ、楽しそう、すごく。待って、トラさん、ずぶ濡れじゃないですか。傘はどうしたんですか。傘はちゃんと持ってるよ。ほら。わ、それ傘だったんですね。てっきりまたガラクタを拾ってきたのかと思った。あれれ、いつの間にか壊れてるね。全然気づかなかったよ。あはは。かわいい。これね、テトラさんとポットさんね、公式ツイッターの画像を見たらね、めちゃめちゃ可愛かった、ほんと。このゲーム内のね、やつ見た後に、公式ツイッターっていうのがあるんですよ、ツリーライフの。めっちゃ可愛いから皆さん一回見てください、この二人のキャラクターを。まったくどんな扱いしたらそうなるんですか大雑把すぎるでしょ。あはは。まあでも、まだギリギリ使えるでしょ。物はね、大切にしないといけない。使えません。でも結構直したら使えるんじゃないかな。どうなんだろう。はあ、俺の傘に入ってください。いいね、こうやって二人で入るっていうのもね。ちょっと逆の選択肢読んだらどうなるんだろう。ほんとみんなね、個性があっていいですよね、キャラクターもね。はあ、テトラさん、並みに元気っすね。私も傘差してないからね、仲良しロットだから。俺は特に何もしないでぼーっとするのが好きなんですけど、あ、私も同じだ、ポットくん。そうは言っても何もせず過ごすのはもったいないよね。若いうちにたくさん遊んでおかないと。大人になると自由に使える時間は限られてくるからね。確かに。なんか結構深いな。テトラさんは大人なのにほぼ毎日遊んでますよね。いやでもね、遊んでね、楽しむっていうのをほんと大事だからね。お、潮様だ。朝顔か何か見てるのかな。ごきげんよう、ちょめ、こぶたくん。潮様もね、ツイッター、公式ツイッター見てめちゃめちゃ美しい人ですからね。ごきげんよう、ちょめこぶたくん。この季節は美しいお花が咲いてるよね。それに、あそこの葉の上を見たまえ、カタツムリかな。なんだろう。ふんふん、潮は知ってるよ。あれはカタツムリという生物だろ。とってもキャバだよね。ちょっとそれなめくじだよって答えてみるか。これ両方否定してるじゃん。まあ、なめくじだよか。これがなめくじ。書物では知っていたが初めて見るのだよ。どうもカタツムリと違い気持ち丸がられている生物と聞いているが、うん、見た目はどちらも大して変わらずキャバではないか。殻がないだけでどうしてここまで差があるのだろうか。じゃあちょっと逆の選択肢も見てみるか。まあ、ナメクジもね、生きてるんだよ。可愛くないにしてみる？うん？チョメはカタツムリは苦手だったかね。それはすまないことをしたね。いや、カタツムリ可愛いと思う。普通に。海ちゃんも一回話しかけようかな。海ちゃんも本当美しい人だからね。ああ、教えてくれた。こうやって後でもう一回話しかけとこう。可愛い、本当。和む。
この辺はみんな同じ、傘さしてない。いやー、こんな感じかな。追加された人は今回は黒服の人とかいないのかな。黒服一人ぐらい追加してくれてたらすごく嬉しかったけど、あの前にいたこの辺の黒服さん好きだった。さあちょっと釣ってみるか。カエル釣りに戻ろう。さすがにここいないだろう。これカメとかじゃない？違った、メジナだって。お、深海魚だ。ちょっと私ね、深海魚でっかいの集めてるんですよ。これ特選巻き餌とか、これたまにね、でっかいやつが釣れるんですよ。まあ、釣れない時もありますけど、最大サイドをね、釣っとこうかと思って。あ、できればね、ダイヤの方がいいんですけどね。お、こんな感じ。グロブフィッシュ、60cm。でも確実にね、これ釣るんだったら、この最高級釣り餌の方がいいんですけどね。特選釣り餌でも最大のやつが釣れます。こうやって結構最大サイズはね、簡単なんですよね、集めるのが。ここじゃなかった。釣りマートに行こうかと思ってた。あとはもう、特にいない感じかな。ここは池なの？果ての浜？ここカエル絶対いないよね。いませんよね。これ多分カエルがいるの、この片栗粉っていうところいると思うんですよ。どうなんだろう。さあ皆さん何ガエルだと思いますか、ここ。当ててみてください。これちょっとロード時間かかります。ここも久しぶりだな、ほんと。レベル11。多分これは違う。このちっちゃいやつかな。ブルーギルか。さあ、頼むよ。80。これっぽい。絶対これだ。このカエルは強いぞ。何ガエルだ？ただ私のレベルが強すぎるんです。釣りザボ効果とか。コバルト、ヤグとカエルだって90ポイント。結構ここで釣りまくるのいいかもしれませんね。お、なんかでっかい黄金のやつが釣れ、あれ、これまだ持ってなかったかな。ちょっと特選釣りで使っとくか。私ちょっともう自由にね、実況させてもらいますからね。ちょっと楽しんでやる。ちょっと構成とか考えないから。ハクレン。あ、これはね、サイドクエストでもありましたよね。なんかハクレンを届けてきてくれみたいな感じのやつですね。あとこのみかんの川の上のところに、あるような気もしますけどね。上のところ。これはいいや。光り輝いてるけど。ちょっと今餌がないんですよね。ここにもいるんじゃないのかな？どうなんでしょう。いや、これ絶対違うな。ちっちゃいやつだな、絶対。いや、これも違う。4。45。これっぽいな。レベルもよく見ておかないと。いや、違ったか。コピーだった。コピーよく釣れるよね、ここ。これは45コピーだ、これも。ここいないのかな？どうなんでしょう。なんかいそうな感じもしますけど、25はどう？お、これか？シガエルか？これシガエルちゃん、ここにもいるんだ。ちょっとまだまだ全然なんですけど、生き物図鑑。あと2種類探さないといけないですね。下のポキナワ方面はなさそう。ここか、小さい池っていうところかな。この上のところ。ここ怪しいぞ。21。いや、これは違うな。キリの悪い数字だ。多分、キリのいい数字だと思うんですよね。さあ、頼む。レベル10。これ普通のあれだな。殿様ガエルだな。なかなか探さ。ここだ、多分、皆さん。追い風タウンだ。ここにいると思います。ここです。いや、ここは絶対いるだろう。51。これは違うやつだ。絶対。絶対これ違う。逃がしたかった。山椒はかわいいな。いや、山椒魚とかいろいろ釣れるのがすごいな。これも違う。山椒魚だ。51だ。ちょっと音楽とかも聞こえますかね。これじゃないですか。これさっきと同じやつですか？ 80 のやつ。私、記憶力が悪いんですよね。前釣った魚のカエルのレベルが分かんないという。あ、これも同じか。コバルト、ヤグとカエルか。なるほど。あ、ここだな。じゃあ、裏風タウンです。皆様。ちょっと裏風タウンに行きます。ちょっと探索パート入ってます、私。この辺とかカットしませんからね、私。楽しんでるから。普通に楽しくやりたい。これは何？本当はね、構成とか考えた方が視聴者さん見やすいのかもしれないけど。申し訳ないね。本当に。この、
この釣りをね、探すっていうのも楽しいんですよ。この、期間限定の魚っていうかカエル、どこにいるんだろうっていう、こうやって探す実況。楽しいですよ、本当に。これもなんか違うっぽいな、56。ここも池だよな。あと2種類なんだけど。この辺とかも集めたいですよね。これかな、デカさ的に。ここには多分いい。あ、55とかこれっぽいな。なんか、キリのいい数字だから。おー、違うか。オレンジ、ファイキリホーリー。だ かっこいい魚だ。私一応図鑑揃えてるんですけど、63も違うよな、これ。サクサクずれるからよかったけど。違いました。え、いないのかな、ここ。じゃあ、プチポワンかな、あの池のところ。うん、ここもちょっと調べておくか。探索。これだ、多分。これだな。びっくりしちゃったよ。これ右のクリティカル狙っていくか。やばい。オッケー。強いぞ。ああ、やばい。緊張しちゃう。いや、久しぶりだから下手だな、私。あ、もうちょっと早くか。広告見たくないよ。オッケー。頑張った。これグミガエルだって100ポイントで40ポイント。いや、これはね、ちょっと効率悪いから、あまりちょっと狙って釣るもんじゃないですね。最小と最大だけ釣れたらいいみたいな感じでしょうか。いや、これが一番強かったです。このグミガエルちゃんが。場所はね、ここです。浦風タウンのところ。これ、もしかしたらランダムかもしれませんね。もう一回釣ってみましょうか。ここにいないかもしれない。50だって。これは？お、これ全部揃いました。フトアマガエル。フトアマガエル、ここです。あ、多分ですけど、皆様。このフトアマガエルがここにいて、これね、グミガエルはね、ランダムでどっかの池だと思います。私の予想では。こんな感じにね、全種類釣りました。だからこの50のフトアマガエルがいいんかな？味覚できる。あ、味覚できるんならこれが一番いいかもしれない。30ポイント。皆様。ガチャのコーナーやります。ちょっとポイントをね、欲しい。あと、やっぱり釣り竿をね、コンプリートしておきたいっていうのがありますからね。さあ、出てきてくれるかな？楽しい、これガチャやってる時が。ダブったりとかはあまりやめてくれ。頼む。100連ガチャぐらい。おお、これは？新しいやつだ。パワーゼロ。これ、パワーゼロでも、特攻入ってる感じかな？いいですね。どん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 。この辺も持ってる、ダブってる。まあ、ダブリチケットもらえるから。肉球みたいなのもらいました。お団子は先ほどもらったやつですね。いや、いいですね。ちょっと待って。ここでやめるか、ガチャ。なんか、不穏な音楽だ。まあ、私好きなんですけどね、この裏風タウンの音楽。ちょっと暗くなる。あ、この辺でいいかな。うん、ここで引こう。わからないけど。視聴者さんね、もっと明るい実況が、音楽がいいっていう人もいるかもしれない。ちょっと怖くなっちゃう人がいるかもしれない。あの、館のホラーゲームの。どうなんだろう。さあ、行け行け。ダメだな。ドクロだ。ウルトラレア来て。ハンマーか。ドクロ。いや、頼むよ、ほんと。全然出ないな。出てくれたら嬉しいな。ダブったか。回すか。何回回してるんだろう。結構すぐダイヤなくなるので、普段からね、広告見たりとか、スキップチケット使って貯めておいた方がいいと思います。ウルトラレアが一個も出ない。頼むよ。なんか、上限とかあってくれたら嬉しいんですけどね。これもダブってる。本当に出ないよ。マジか。たこ焼きロット。確率はでも高い方だと思うんだけどね。お！これは？スーパーレアか。これどんな感じだろう、今。カプセル詳細。まだ全然、ウルトラレア引いてないですよね。こっちの特攻のやつ。
猫耳さんロットは違いますよね。こっちですもんね。このカプセルで入手できるやつっていうのが。うん、困ったぞ。回す。本当に出るのか、ウルトラレアの特攻のやつが。1個でも引けたらいいんですけど。前なんか1個特攻引いてスーパーレア3つ。皆様、雨粒ロットが出ました。このパワープラスゼロっていうのはいいかもしれませんね。特攻がつくみたいな感じで。さあ頼む。まだかな。出るか。もう一個出てくれ。もうさすがに出ないか。スキップしてもいいかもしれない。スキップしてみる。はい、あれスキップできない。あ、できた。これなんだ、このバナナみたいなやつ。右下の注射器みたいなやつ。このパワーがある、上がるやつは絶対ちょっと引いときたいけど。あ、ちょっと待ってください皆さん。これちょっとやってみるか。ここいるんですかね。次55。あ、これいそうだ。これ3回か。ごめんなさい皆さん、グラスフィッシュでした。騙されちゃった。ちょっと待って、ワトウェイとかいえけんな。ちょっとさっきのとこ戻るか。何ポイントになってんだろう。すぐ戻れますからね。こっちで行くか。ここか。これ2回で引けるからね、すごくいいですよ。ここ、ここお前グラスフィッシュか。あれさっきここで引けなかったかな。80のやつか。なんかちょっと違うようになってるような気がする。80のやつが90ポイントで108ポイント。あれ、これ結構ランダム。え、今裏風タウンのここにいるんですけど、場所ってそんなにあれみたいな感じなのかな。いろんなところの池にいるって感じですかね。61は違う。50。いろんなカエルがいる、ここ。もうこの50いいですね。あとまだ見てないのがこのご飯茶碗か。ここは何が釣れるんでしょうかね。さあ、特攻の釣り竿も出たところですし、私のこの真の力を見せる時は来た。レベル50か。あ、これ、黄色2回で釣れる。さあ、36ポイント。釣り竿ボーナス。これはありがたい。前めっちゃ特攻ボーナス上がってる私。いや嬉しいなこれ。めちゃめちゃ楽だぞ今回。2倍以上だよ。もう黄色2回で釣れるし、これこれでなんか66ポイントもらえる。サクサク。特攻は左上の期間限定で釣り竿効果っていうところで見れますね。この雨粒ロットの 40% っていうのがでかかったみたいですね。ウルトラレア1個でも引くとなんかめちゃめちゃ楽になってる感じですね。あとこのスーパーレアとレアはね、比較的出やすいので、これ全部入手済みにした方がいいですね。あと1個ぐらい欲しいですね、これ。せっかくだから私装備しよう、これ。どうやって装備するんだったかな、この気遣いだったかな。仲良しロットせっかく手に入れたんですけど、これかな。なんか黄色っていいですよね、私みたいな感じ。あ、これいいな。テトラさん持ってたやつか。お揃いにしたいな。なんかまあいろいろ解放されたと。おお、こんな感じです。ウルトラレアの傘のやつ。服とかはないのかな？新しいやつ。なんかもらえるかな？服とかも。なんかピグちゃんが着てる服みたいなやつも可愛くて欲しいなとは思ってるんですけど、なさそうですね、今のところ。ウシガエルも黄色さえ入れれば1回で釣れる。20ポイントだから、まあ、結構いいんですよね。ただ緑に入れちゃった時ちょっとロスがあるという、もう私の場合はですけど。皆様めちゃめちゃ運がいいことが起こりましたよ。何匹か釣ってると最小サイズって自力で釣れるんですよね。このフトアマガエル、これすごく運良すぎじゃないです。6匹でもう最小サイズが釣れたんですよ。まあ、他のはまだ全然釣ってないですけどね。だからこれで釣った後はアイテムでこの餌ですよ。これでいいかな。ダイヤのやつ。ちょっと待って、皆さんどれだったかな。フトアマガエル、これだったかな。なんか違うっぽいな、これ80じゃないよな。一応釣っとくか。まあこれの最大サイズも先に釣っておこう。90ポイント。コバルトヤドクガエル、
ただこれやめるときはやめるって押さないといけないんですからね。間違えないようにしないといけない。レベル50だったかな、これ。これで、フトアマガエルっていうのが釣れましたね。これで虹になりましたよ。生き物図鑑。やったー。これちょっと水槽に入れておくか。ね、これもちょっと最大は釣って、最小狙いだ。グミガエルがなんか大変そうです、今回。では、家に帰って、これ入れ替えたいんですけど、今、満腹度が70なんですよね。あと、少し待ってみましょうか。皆様ありがとうございます。餌やりに来てくれる人。生き物を変更したら、またゼロになっちゃうんですよね。これですよ。この、なんか音符みたいなやつがもらえます、これ。次回私これにちょっと変えますから。ちなみに、最大サイズの、餌のやつはこの釣りマートで購入ができます。この最高級の釣り餌みたいな感じです。これがダイヤのやつで、これでも大丈夫で、特選釣り餌みたいな感じ。これまあ CM 見たらいいでしょう。お金のやつで3000ゴールドぐらいもらえるから、まあ6個、1回見たら6個もらえるみたいな感じ。お、この雨の巻き餌、これも今回買ってもいいかもしれませんね。なんかカエルの出現率がそこまで高くないから、ここで買えるのか、1個試してみるか。何、4分間か。こんなんでしょ、どん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 釣る場合はこれいいかもしれない。ちょっと使ってみるか、実況だから私は。で、私今この生き物図鑑見たらわかると思うんですけど、フトアマガエルって結構良かったですよ。黄色2回で釣れたりとかしたので。ただ今回はこのウシガエルちゃん狙っていこうと思います。皆さん、これ春の巻き餌使ったらどうなるんですか、これ。それ気になりません？ただ貴重なんですよ。6個しか買ってなかったから、まあ、雨の巻き餌使ってみますけど、多分雨の巻き餌と同じ感じになるんでしょう。お、全部買えるだこれ多分。4分間釣りまくると、ちょっと待って、いきなり80が来ちゃったんだけど。80も出るのか。あ、これもうちょっとレベル上げたい。3回で釣りたい。これは4手もかかってる。90ポイントで108ポイント。これ場所によって変わるのかな。これ牛だろ。いや、11いらない君は。さすがに、これ餌使った時は出ないでほしいな。ちょっと他のやつは。ちょ、お前が来るんかい。あ、これ牛カエルだ、多分。なんかいろんなカエルが出てくる、これ。80のやつか。80のやつも釣っとこうか。ポイント高いし。赤1回入れるか。あ、ナイス1回入れても大丈夫。OK。まあ、このコバルトもまだ私集めてないからね、ちっちゃいやつは。これ25牛だろお前は。これ黄色に入れないとダメだ。2手もかかってる。これ36違う。これちょっとでっかいのが牛だな。これ1回赤入れたらもう1回で釣れるから。これちょっとちっちゃいやつを狙っていこう。こんな感じで。あと2分。早っ。これ無理に餌使わなくてもいいかもしれませんね。あの、なんか一番レベルが高いやつのカエルがあるじゃないですか。あれ探すときぐらいがいいと思います。牛カエルに使うのはちょっともったいないかもしれません。なかなか釣れない、ね。一番レベルの高いやつ。それをなんか探すために使った方が絶対にいい。なんだかんだ牛カエルの最小サイズもちょっとね、釣っておきたいと思います。ビグちゃんかわいいな。80。うん、一回クリティカル入れたら簡単だ。来ました、来ました。何回かやってたら。OK、クリティカルか。普通に。いけるね。おむすび使ってたらなんか気楽でいいですよね、すごく。逆からいける？逆からいけないか。こっちからの方が狙いやすいか。最後クリティカル入れたい。OK。あー、最小サイズ釣るの大変そう。桜エビ使うかもしれない。なんだかんだね、やっぱりランダムですね。皆さん、餌の効果が切れました。ここは基本、ウシガエルでした。この片栗粉ですね。なんか今回、ウルトラレアの数が多いから、当たるんじゃないかっていうことで、もう少し回してみましょうかね。メロディーロット。出ないな。
なんか肉球ロッドみたいなスーパーレアが出ましたね。ちょっとパワーを上げてます。スキップしてみるか。ダメだもん。少し時間が経ちました。100になってたので交換してみましょう。皆さんありがとうございました。増えてます。じゃあ受け取ります。このようにね、たまにレアとかがもらえます。あざーす。生き物を変更、早速もう買えます。こちらですね。あ、ちなみにこのカエルも入手しました。どちらにしましょうか。ピンクにしておこうかな。でシャッフルシャッフル、これ全部カエルにしてもいいけど、このシャッフルは後でも変えれますので、よし、変更します。はい。これで音符マークですね。ちょっとお返ししときます、右上って。ありがとう。なんかみんなの水槽、綺麗ですよね、本当に。これもたまにレアがもらえます、桜のやつも。なんか、この人も新しい。変えてる。お返ししに行こう。ありがとう。カエルちゃんだ。カラフルな雨の音符。これ今ね、バグで逆になってるみたいですね。今ね、レアが出やすくなってるみたいなんですよ。このお知らせで。不具合。これ、後日なんか変わるみたいです、逆に。雨の音符とカラフルな音符が入れ替わってるみたいな感じで。アップデートです。だからご注意です。この、本来この今弾いたやつがめちゃめちゃレアですからね。テトラさん、傘入りますか？真ん中に立つか。ここ皆さん撮影ポイントですよ。じゃあちょっとね、5000ポイント集めてきました。こちら釣り竿効果は前と変わってないです。 120% です。遊び方はまあこのようにね、後からでも見ることができます。じゃあ海ちゃん、チョメちゃん、ピグちゃん、カエルさんはたくさん釣れたかしら。バッチリよ。うふふ、さすがはチョメちゃん。釣りの腕もどんどん上がっているみたいだし。よかったらまた君にお手伝いをお願いしたいな。そんなわけで、チョメちゃん、ピグちゃん、今回はお手伝いどうもありがとう。二人のおかげで研究もはかどってとっても助かったわ。カエルを5匹提供しましょうか。何、てんてんてんて。海によしよししてもらえますか？皆さん、これみんなね、多分してもらうって選択するんじゃないです。右あえて選んでみますか。いやでもね、私はね、みんなが何を選んだかじゃないんですよ。私ね、海ちゃんにね、なでなでしてもらいたいです。あらあら、それじゃあよしよししてあげるわね。あー、かわいい。二人とも今回もよく頑張りました。これ右選んでたら見れなかったのかな、これ。どうなんでしょうね。もし右選んだ人いたら、コメントで教えてくれると嬉しいです。いい子、いい子。いや、嬉しいな。やった、よしよししてもらった。なんだか力がみなぎった。よし、次のお手伝いも頑張ろうっと。これで後半が完了しましたね。なんかシンプルですごくいいですね、これ。クエスト、期間限定、受け取る。50ダイヤですね。もう一回話しかける？チョメちゃん、ピグちゃん、今回はお手伝いどうもありがとう。なんかこういう方式いいかもしれませんね。お、これ何回もできるんだ。じゃあ右にしてみるか。チョメちゃん、ピグちゃん、またお願いするわね。よし、次のお手伝いも頑張ろうと。やっぱりね、左側を選んだら見れる感じでしたね。え、みんなまたコメントが出てる。少し良いかね。僕もその珍しいカエルとやらを見てみたい。釣れたなら潮に見せてくれないだろうか。どうぞ。変わってる、なんかさっきと。ふむふむ、ほう、これがカエル。なかなかに愛らしいではないか。潮にに知られたら後でうるさいだろうが、少しだけ手に乗せてみても良いだろうか。ぴょん、今潮にいないよ。ふぎゅ。いきなり飛ぶのはやめるのだ。びっくりするだろう。
もう一回シオ様に話しかけて。もう一個の選択を見たい。やだ。もう意地悪だね、君は。じゃあテトラさんとかにも話しかけよう。チョメくん、ウミくんのお手伝いとっても頑張っていたね。あはは、釣りのことで困ったら僕もお願いしようかな。その時は来たらよろしくね。はあ、だい。テトラさん、もう散歩は十分でしょ。そろそろ帰りましょうよ。あはは、そうだね。この雨で体も冷えてきた頃だし、お家に帰ってあったかいお風呂に入ってゆっくりしよっか。賛成。はい、今回はね、この雨のち帰るっていうのをね、やってみました。とりあえずね、5000ポイントまでね、集めてみました。この以下の報酬に関しては、多分この一番下の海のアクスタっていうのを家具だと思うんですよ。もしかしたら私が頑張れたら部屋に飾ってるかもしれないので、こちらです。私の紹介コード、キャンペーン、あなたのツイートもコード、こちらを入力すると私の家に来れると思います。まあ、チョメって見かけたら、まあ、気軽にね、来てくれると嬉しいです。じゃあちょっと設計図を入手して、ちょっと話しかけてみるか。5000ポイントの設計図だけちょっと取って話しかけよう。ヤドカリホーム。この左下のやつですね。こんな感じになります。ちょっと影で見えませんけど。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。